国立競技場の現場ですね。だいぶ出来上がってきてるな。屋根らしきものがつきました。すごいね。激務だって噂ですね。じゃあ四谷三丁目の方へ向けて買います。よく歩いたな。巡回コースで出ました。素晴らしいね。大成建設。日本一の競技場ですね。では、国立競技場の建設現場を離れて、ですね、四谷三丁目に向かいます。これはですね、懐かしのルートがあるんですね。ここはね、結構知らない人が多いんじゃないかな。多分ね、変わってないと思うんですけど、行くと千駄ヶ谷駅、あ、東京都体育館が見えますね。こっち行くと信濃町駅。ここにね、謎の食堂があるんですね。いつも開いてない。水明亭。ここね、舗装されてない。雨降るとぐじょぐじょになる歩道があるんですね。ここにバイク止めてるんだよな。ここは捕まらないのかな。で、行き止まりなんですけど、いや、歩行者専用ですね。で、慶応病院の、裏側を通って、韓国大使館に出ます。新宿線ですね。首都高速4号線ですね。で、慶応病院の裏側。あ、青だ、またちゃう。すぐ変わっちゃうんだよね。すぐ買っちゃうでしょ。ああ、なんか建て替えだなとね。で、そこね、片側通行になるんですよ。もうほとんど車は通らない。慶応大学の病院ですね。これだけ建て替えないんだな。あとはね、あ、これが新しく広いのができてますね。で、これ車道が狭くなるんですよ。だからほとんど車来ません。で、ここの建物だけ建て替えないんだな。慶応の歴史の中でもね、多分歴史のあるものかなと思うんですけどね。このね、中を通って行けちゃうんですけど、抜け切ると、千駄ヶ谷駅になっちゃうんですね。千駄ヶ谷駅の抜けられます。あ、千駄ヶ谷、信濃町か。信濃町駅行きます。いや、これ一本道なんですね。一本道で、四ツ谷四丁目のあたりに出ますね。四ツ谷三丁目まではすぐ歩いて200メートルぐらいで、駅に入れます。もうすぐ甲州街道に出ます。ここはね、韓国の大使館なんですね。
観光大使館というと麻布にあるんですよね。これはあの国際センターみたいな感じですね。なんか学生さんが結構出入りするのかな。結構ね、洒落た建物なんですよ。で、甲州街道ですね。右へ行くと、四谷三丁目駅になります。左へ行くと、四谷四丁目の交差点で、新宿御苑になります。じゃあもうね、駅なんでね、これで切ります。あ、これがね、フォーリアセンターで、韓国文化院という大使館の建物ですね。